ところなんです。ユニフォームがカナリア色に見えますよ。もういやすごいわ。本物だよこれ。日本のチームじゃないよこれ、ここは鹿島ですよ。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。レオナルドさんからですか、あの心配なのは怪我はもう大丈夫なんでしょうか。ジャンベリオロアスペリーです。いやー当然です。もう大丈夫です。ありがとうございます。なんかね、セナみたいだね。かっこいいですよ。スパレスパイルトンセーナボニットもうかなりあっちの方もブイブイ言わしてんじゃないですか。ジスキースタッフのデブテワスタシナモーラーダ奥さん一人しかいませんからここで PK 合戦に先立ち、現役ブラジル代表のレオナルド、ジョルジーニョプラスサントスの豪華メンバーによるオーバーラップからのセンタリングという本場ブラジルの攻撃フォーメーションの一つを特別に披露してもらう。ワールドカップでも見られたこんな攻撃パターンだ。それではここで本場ブラジルの攻撃、攻め上がりをご覧いただきましょう。いや日本チームディフェンス、ね、ディフェンスよ。日本木梨寝るだけ守ることができるかどうか。さあジョルジーノからサントス、レオナルド、 あっという間に抜かれた。センターリング、ヘディング、シュート、ゴール。木梨寝るだけなすすべなし。ちょっとおい一人だよ一人じゃしょうがないよ。うん、ノリさん、はいよ。ディフェンダーダメだから思い切ってセンターフォワードどうですか。オッケーね。さあ今度は木梨ノリタケはディフェンダーから味方チーム、しかもフォワードに移ります。最終的に木梨ノリタケがシュートを放つという筋書きでありますが、どれどれ世界一からガーン。さあ世界一の幸せ者木梨ノリタケ。いやー大丈夫大丈夫、頑張って頑張って。世界レベルちょっと違うな、ね、タイミングがガーン。ねえ、ウキウキし、あ、来ました来ました、世界一の幸せ者が、世界一のレオナルドから恥さらすにならないように期待しましょう。さあシュート、ゴール。いやー今のはセンタリングが良かったんですね。レオナルドからそして中野、ロマールよ。ロマールよ。いよいよ木梨憲武、世界を相手に1対5の PK 合戦が始まる。じゃんけんポン。はい、こんで勝利。おお、ウィナーウィナーウィナーということで、先行は木梨憲武、日本陣営であります。 OK、 よしよしですか、いいですか、はい。さあ一つ気合を入れました木梨憲武です。ゴールキーパーは遅刻大魔王のアベリア。久しぶりの PK 合戦ですね。なんかね、来るね。来てますか、はい、いいですか。でもいい方へ来てるみたい。いい方に来ている、うん、全ては一本目です。臆することなくドーンとぶつかってください。日にち間違えてキーパーには負けないよ。そうですね、OK、参りましょう。33歳になったばかりの木梨憲武選手であります。今まさに世界に向かってシュートを放ちます。参りましょう。鹿島アントラーズブラジル勢が見つめる中、木梨憲武選手の一本目です。ゴール。はい、
ましたね、阿部さん。狙い通り真ん中蹴ったね、今。はい、必ずどっちか飛ぶと思ったらね。あんなね、最初真ん中蹴るっていうのは意外にね、根性いるんだよね。はい、うん、ゴールキーパーもちょっと読みが外れたようですね。本当はね、左狙ったんだよ。しかしまあそれも運も味方しますから。うん、来てるよ ね、 ね。そんだけこっちにいい風吹いてるね。いい風が吹いてるね。よっしゃ。一瞬鹿島アントラーズブラジル勢の表情が引き締まりました。大佐、はい、さあ遅刻大魔王アベリア、これはうかうかしてられないといった表情でありましたが、とても素晴らしい、強かった。ちょっと正直言ってショックなんで。ペリゴーズ、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 彼はとても危険だと。でもうちにも危険なのがいるから大丈夫だよ。大丈夫か、もうな、もうな、好き好き。ちょっとこのゴールキーパー精神的に脆いようです。さあ田口さん、どうやら向こうはね、今のシュートでちょっと動揺が。何が一番大事だったらやっぱり1本目だってことね。1本目です、はい、のりちゃんはね、パリでも分かってますから。ほう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 、やっぱりね、かなりこういい雰囲気で持ってきますよ。いい雰囲気、はい、うん、ってことは私が取ればいいんですけどね。そうです、このままズルズルいったら何も意味ないですね。ここです、すべ、はい、てはここから進みます。今日は本当にいいですね、はい、OK、 頑張れ大さん。では早速参りましょう。鹿島アントラーズブラジル陣営のトップはジャイミー選手、ブラジル陣営の1本目です。キーパーが蹴る前に動いたじゃないかというクレーム、どこかで見覚えがある。そう、昨年春のペレとの戦いの場だ。試合終了、試合終了。この時ペレのクレームを飲んだノリダケチームはサドンデスの末敗退した。今回はそうはいかない。もう一度見てみる。確かに田口監督は蹴る前に動いてはいる。しかしこの程度はブラジルでは当たり前だ。ならば94年ワールドカップ決勝、ブラジル対イタリアの PK 合戦を見てみよう。天を仰ぐジョルジーノ、ゴールキーパータファレルのこの動き、やはりブラジルでは当たり前だ。別アングルでももう一度いかがであろう。それにしても恐るべしブラジル陣営の負けず嫌い。イエローカード。ブラジルじゃ当たり前。メヒコ、アルヒテラ当たり前。エスパニアもアルバニアも当たり前。ジャポン、ジャポン。最年長、これ40歳なんだから。No, no, no, no. うや、コメントやった。あーん、ノー。オッケー、ナイス、ナイス、ジャポン。ナイス、ナイス、ナイス。よし、よし。絶好調ののりたけチームに大チャンス。試合再開は60秒を過ぐ。止まりました。完璧に、ノリさん、okay. 流れはこっちします。ウィスペースよ。ちょっと向こうも表情が曇りがちですからね。OK。よしですか。精神的にも完全に優位に立っちゃいます。 OK、 OK、 もう こんだけ来られた方が逆にいいね。はい、 OK、 戦いがいい、近いよ、組の皆さんじゃないですか。すいません、どうぞ並んでみてください。ちょっと威圧感ありますか。世界トップレベルに、はい、ね、見てもらって嬉しいっていう気持ちで蹴りますよ、はい、さあゴールキーパーも口笛を吹いて木梨のだけにプレッシャーを与えているようであります。おや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 、ノー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 、アウトサイドアウトサイド、完璧に四面楚歌、すべての選手を敵に回しております。木梨憲武、参りましょう。木梨憲武選手のこれが2本目です。 OK、 ゴー。
と静まり返っております。ジーコさんの教えをしっかりと思った、うん、ね、ノリ見て、なんで見ない、はい、ボール見て、うん、先にブラジル陣営5本目を蹴らせますレオナルド選手です。でその後、まあ、ノリさんが5本目を蹴ると。来るね、バクバク来るね。来ますね、うん、まあ、レオは外さないと思うけどね、はい、もしかしたらこれで決まっちゃうかもしれないから、レオナルド選手が外してもその瞬間で試合終了です。うん、僕はペナルティはフォームからマイバテリアのジョーですから、今まで誰にも見せたことないようなペナルティキックを打つと、うん、そう、一体どんなヒントだけでもいただけませんか。え、ヒントだけでも。え、マイベー、マイベー。見てください。見てください。レオナルド。今、自らの手によりまして、ボールをゆっくりとセットいたしました。違ったテクニックのですね、ペナルティキックを打つということです。違ったテ、え、そこから蹴り始めるんですか。いいんですか。いや、ゴールキーパーに背を向けて、いや、ケツを向けてと申し上げてもいいでしょう。なんだって。鼻の大きいレオナルド、ここから蹴るようであります。さあ、注目です。ねえよ、必見。ならば、大笑いから、高笑いから、一回どのようなシュートか見ましょう。レオナルド選手、ブラジル陣営運命の5本目です。ゴールイン、ゴール、呆然自失、木梨憲武。ありがとう。ありがとう。レオナルド。田口さん。レオナルドが、して、コヘダね。コヘダでして、あ、キーズコクルト。ペンサーバーね。エリペンサーバーです、ペンサーバー。あの、ヒールキックで来ると思ったんじゃないですか。いや、さ、ビエケタペンさんです。だからあのヒールキックで来ると思ってらっしゃったと思いましたから、フェイントなるほど。やめれや、まだ終わってないぞ君たち、まだ終わってないぞ。ノットフィニッシュ頑張れ、ノットフィニッシュ。おお、キーパー、キーパー、えいえいえい、よし、いやー、さあ、さあ、ゴールキーパーアベリアがエンジンの中に、お、確かにあの技術は見事でした。しかしこれまで一本も外してないノリさんはもっと見事だと私は思います。とりあえずジーコファミリーもそうでしたよね、ブラジルでね、よし、このブラジル方面に負けないよう、いつもこれでやられてんだな。この空気に飲まれないように、むしろ飲み返す、そんな意気込みを見せてもらいたいと思います。変則ルールによりまして、この木梨憲武選手のシュートが5本目、これを決めれば日本陣営外貨ということになります。おや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 、ノー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 、サンプゲラゲラゲラ、惑わされず迷わず自らの道を歩んでほしい木梨憲武選手であります。ジーコスピリッツ、今こそ蘇る。地球の真裏からジーコさんは見ています。参りましょう、木梨憲武選手の運命の5本目です。ノリ見て、ノリ見て、センキュージーコ。惑わされず迷わず自らの道を歩んでほしい木梨憲武選手であります。ジーコスピリッツ、今こそ蘇る。地球の真裏からジーコさんは見ています。参りましょう、木梨憲武選手の運命の5本目です。ノリ見て、ノリ見て、センキュージーコ。憲武の耳には地球の裏側にいるジーコさんの声が確かに聞こえた。見てゴール、木梨、見てゴール、はい、見てゴール、シュート。難しいわ、難しいわ、難しいわ。
のーのりさーのり見てのり見て下入っちゃったね入っちゃったダフっちゃった今ね何にも考えずにジーコに頼ったよねのり見てで体がやっぱ浮いた分、はい、球上がってちゃうね、はい、そのまま突進していけば、ね、ジーコは助けてくれると思ったんだけども、やっぱりブラジルの仲間も助けた、ね、そうでしたね、とするとここからは日本人木梨としてこのサドンデスを、okay. V ゴールを戦えるのがいいですね。さあ試合は振り出しに戻りました。サドンデス改め V ゴールであります。ブラジル陣営がその V ゴール先に蹴るというルールにいたします。さあ田口ゴールキーパーに期待をいたしましょう。見ましょう背番号10レオナルド選手の V ゴール1本目です。ゴール左ですか。いやありがとう。してやられたり。オッケー。まだ負けてないから大丈夫。さあまたエンジンを組みました。隠してゴールキーパーアベリアを送り込もうというところです。ガシューバー浮き上がる鹿島アントラーズブラジル陣営であります。ブラジル大合唱の中これはさぞかしシュートを放ちにくいことでしょう。木梨のだけジーコさんの教えそしてこれまで自分が学んできたもの全てをぶつけてもらいましょう。参りましょう。木梨憲武選手の V ゴール1本目です。ゴールゴールブッシュアーのシュート手堅いシュートナイスシュートよしですね。いややっぱりこんなものには惑わされないんだぞというところね。お来たよジョルジーニョが来たよ。切り札ジョルジーニョを投入いたします。参りましょう。 V ゴール1本目はそれぞれ成功しております。田口ゴールキーパー四十にして惑わず。それでは V ゴール2本目です。ゴールうなるようなシュートこれは取れないでしょう。いやーいやベレアーほんまに今ジョルジーニョはもうほとんど、はい100の力で蹴って、あのフリットと同じ時でね、はい思い出します、集中力集中力集中力ノリボール見てボール見て、okay、ボール見て OK ですね。今一度ジーコさんの教えを反芻いたしました。木梨憲武であります。よし口笛が鳴らされる中木梨憲武選手参りましょう。 V ゴール2本目です。外しました。外したボールはくしくもワールドカップジャパン2002年の横断幕に当たりこの試合終了であります。最後は自らの足で自分の首を絞めてしまいました。タイミングなんか入ってったね。タイミングがね私たちがですね騒ぎ始めてから精神力に変化が現れましたから、はい、集中力ですね、集中力ね。最後なんか嫌なタイミングで入ったもんね。したらジョルジーニョがせんありがとうねさあ田口さんいかがでしたか今日は、ね、また今日の魚釣ったんだけど揚げ方失敗しましたね、これに、はい、この辺の課題をこれから我々が詰める大きな要素がありますね。そうですね、爪の甘さ、木梨のだけの状況がワールドカップの決勝でイタリアのバッチョが PK を外した状況に似てませんか。うちもジョカードとコントライタリア今度バースよファリオパレスよアセアナパレスよ realmente mas a emoção foi totalmente outra cara。あのシーンはですねそっくりだったと。でも感動がちょっと違う、まあ、おっしゃる通りですね。大したことございません、はい、じゃあ今日は本当にナイスゲームいい試合ありがとうございました。 Thank you very much。 レオナルドとジョルジーニョを獲得した今年の鹿島アントラーズチーム一丸となって今日この場で僕らに見せてくれた負けず嫌いの魂を試合でも披露してほしい。ジーコさんも地球の裏側で見守っている。